ございます。2日目です。アヤナリゾートをチェックアウトして、次新しいホテルに向かう間にあるカフェにブランチをしに行きたいと思います。パンとコーヒーが食べたくて、パンとコーヒーのお店で彼が探してくれました。他にもメニューがありそうなので楽しみです。で、今はこんな感じでバリの都会かな、これすごい栄えてます。街がグラブでタクシーを呼んで向かってます。バリの移動はグラブがいいかなと思います。安いしすぐに来てくれるし安心です。ぼったくられる可能性もないから。はい、ではカフェ向かいます。昨日飲んでないからね。うん。あ、おいしい。おいしい。じゃん。美しいパンオショコラ。つるつる。めっちゃ美しい。ドーナツも全部こんな綺麗に、カトラリーも可愛くってお皿も可愛くって綺麗に盛り付けてきてくれます。続いてスコーンもこんな丁寧に持ってきてくれる、可愛い。ポキ丼も頼んで、あとオムレツも頼んでという、めちゃくちゃ頼んだので、それが来てから食べようかな。パンは結局待ちきれずにパンオショコラをいただきます。うん、音がカリッカリ、中はしっとりしてくる。やば、これめっちゃ美味しい。こんななんか美しいパンしか食べたことないよな。すごい。日本人の奥さんとインドネシア人の旦那さんの夫婦が経営してるところなので、朝食メニューとかは日本食のプレートとかもあったりするので、11時までなんですけど、日本食食べたい方はいいと思います。酒の定食とかありますか。やばい、チョコやばい、チョコのとこやばい。食べ、ありがとう。うん、店内の方がみんなさ優しすぎた。ケーキもあるんよ、ケーキのショーケース。あれあったんや。なんか席が空いてなくて席を探してたら、みんなが買ってくれて、ここ座っていいよみたいな、外行くからとか、こっちの席の方が広いから通るとか、日本じゃなんかありえない光景が起きて、みんながこっちどうぞどうぞみたいな、そんな優しいと思う、びっくりしました。うん、マリの方優しすぎる、本当に。そんな譲り合い精神というか、こっち座りみたいな、すごい。ここのカフェに来てよかった。やっぱホテルの中にずっと行ってたので、こういう街に繰り出してカフェに来るとまた違った経験ができていいなと思いました。めっちゃ美味しそう。私たちの大好きなポキ丼と、こちらはオニオンリングです。美味しそう。エクサイズ。すごい。アボカド、オムレツトースト。やばい、頼みすぎな。すごいよ。頼みすぎ、待って、何おるんこれ。大好きなポキ丼いただきます。
バリに来てからナシゴレンとかミーゴレンとか揚げ物系しか食べてなくて、ちょっと体に悪いっていうか健康的なものを食べたかったので、ポキ丼嬉しい。おいしい。健康的なものを食べれるのがめっちゃ嬉しい。うん、彩りも鮮やかでさ、かわいいよ。うん、体の中にさ野菜が循環してる今。はい、なんかもうさ、ほんまにさ体に悪かったからさ、食べないと健康的なものってなっちゃうんですよね、私普段から。くれるの？ありがとう。切ってくれました。うんうん、卵ふわふわやん。ふわふわ卵。うん、ここのカフェ全部おいしい。なんか隣の方、日本語喋れる方が教えてくれたんですけど、サラダも美味しいらしいです。アボカドが乗って、パンが乗ってたサラダ、ほんまに全部美味しい。すごい大規模2泊目のお宿、ケンピンスキーに到着しました。今回はこちらがメインで、こっちのお宿をすごく楽しみにしたんですけど、すごい大規模。楽しみ。広、大きい。ほんまに壮大すぎる。イエス。うわ、海すごい綺麗。かわいい。うわー、え、見て、これケンピンスキー。え、すごい。待って、めっちゃ広いって。見て、すごいすごい、ほんまに広いんですけど。今回クリフビラっていうちょっといいお部屋、スイートのお部屋を予約したので、こちらの素敵なフロアでのチェックインです。プールがあったりバーがあったり。プールめっちゃいいよ。プールからの眺めやばいねん。こっちにもプールがあって、こっちからもめっちゃ綺麗やった。で、このバーの家はソフトドリンクが滞在中飲み放題らしいので、チェックインして今ちょっと手続きを待ってる間にトロピカルジュースを頼みました。あ、もう出来上がった。こっちにもプールがあって、すごい素敵やで。ほら見て、眺めすごいから。インフィニティプール。チェックインまでもう少し時間があるので、ジュースを飲んで待とっか。トロピカルジュースができました。マンゴーとオレンジジュースとパイナップルジュースを混ぜてもらいました。特製トロピカルジュースです。今回の宿泊プランにはアフタヌーンティーとイブニングカクテルがついてるので、まずアフタヌーンティーへ来ました。めちゃくちゃ豪華、すごいよ。マフィンとかスコーンもあります。これは何やろう。すごい豪華、眺めが最高。アフタヌーンティーいただきます。お部屋を
アップグレードしてくださって、日本人のスタッフさんが。でまだお部屋のお掃除が終わってなくて3時になったので、先にアフタヌーンティーをいただきに来ました。今回はスイートルームを予約したので、アフタヌーンティーとイブニングカクテルがついてます。めっちゃ豪華やった、アフタヌーンティー。うん、うん、これは紅茶？めっちゃ甘いねんけど。え、これやばいやばい、砂糖水。サンドイッチ食べていい？ポンポコポンポコ。広すぎて右左どっち。すごい、見て、やばい、かわいすぎる。でこっちにベッドルーム、素敵すぎる。めっちゃ広い広い。うわすごい、 Thank you。でここを開けたらじゃーん、プライベートプールが、お部屋の中にプールがついてます。最初オーシャンビュージュニアスイート予約してたんですけど、アップグレードしてもらってこんなに素敵なお部屋になりました。え、プールすごくない？めっちゃ広いで、このお部屋の、お部屋のプールほんまにすごい、ここのお部屋。え、これはやばい。ホテル内を散策します。めっちゃ綺麗。うわーすごい、私たちのお部屋はあの上らへんやな、ピンクのお花があるとこ。すごい、ここに泊まってます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。プールもあるしスライダーもあります。これ楽しそうやな、ちょっとやってみたいかもしれへん。スライダー、横の道がめっちゃ綺麗、西日が。本当に素敵すぎる。プールもあって、ヤシの木の道もめっちゃ素敵やし、ほんまリゾートやな。このホテルにしてよかった。明日も宿泊してここは2泊するのでゆっくりしようと思います。明日ここのプール来よう。めっちゃ広い、最高。バーもあるし、素敵。あそこは前、目の前にビーチがあって、歩いてるだけで楽しい、ほんまに。太陽あるの？すごい、あっちビーチの椅子もあるわ。楽しすぎてやばい、一生写真撮れるもん。どこ切り取ってもおしゃれやから、やばい、ほんまに楽しい。最高のホテルやな。イブニングカクテルタイムに来ました。素敵すぎる。乾杯！カクテルタイムでビールをいただきます。ん？甘っ。なんかフルーティーやな、なんかビールじゃなくない？レモンサワーちょっと。
甘いな、レモンビールやな、それ何だっけ、バンタンみたいなやつやんの。めちゃくちゃ絶景を眺めながらビールをいただいてます。さっき散策した時は太陽が照ってたんですけど、今ちょっと曇ってるな。でもめっちゃ絶景、こんな感じです。ナシゴレンとバターチキンカレーを注文しました。美味しそう。近くのスパを予約したら5分後ぐらいに迎えに来てくれました。早すぎる。OK Thank you。 あ、近い。ホテルから3分ぐらいのところのスパで、バリはスパが有名なのでスパに行きたいなって言って話してて、連絡してみたら今から迎えに行くねってマジで一瞬で迎えに来てくれて、ほんまにすごい。で、そしてもう着きました。車に乗ってる時間3分ぐらい。嬉しい。まさかこんなにすぐにスパに行けるとは。バリの方はすごく仕事が早いですね。 Thank you。 すごい、もうお風呂もついてる。2人で一緒に受けれるね。